忘れてた、そうだ、ゆるキャンも見てるよ。ゆるキャンも、ゆるキャンは2期を見始めるにあたってちゃんとね、1期から見始めて、1期が全部見終わったんでね、2期に突入してみました。ゆるキャンどう？え、かわいい、かわいいし、なんだろう、なんかちゃんとなんかキャンプに焦点が当たってるというか、なんだろうな、なんか女の子同士のやっぱああいう系のさ、美少女動物園みたいなさ、タイプのさ作品ってどうしてもなんかキャラクター同士の関係性重視になったりするじゃん。なんかそれに対してゆるキャンは、まあ、関係性も可愛いけど、かなりキャンプに比重が置いてあるなっていう。例えて言うなら、なんだっけあれ、ワーキングで、登場人物の人たちがなんか男性恐怖症を治そうとしたり、恋愛に勤しんだりしないでひたすらバイトして、バイトにやりがいを感じてるみたいな感じの、バイトって働くって楽しいみたいな。なんだっけ、そのサーバントサービスとかもさ、サーバントサービスだっけ、同じ作者さんのやつ、サーバントサービスもさ、なんか役所で働いてるみたいなさ、一応あるけどさ、ちょっと待って、一応ちょっと見ていい、なんか役所で働いてるみたいなあるけどさ、なんかもうかなりついでだよねあれ。もうなんか基本的にそのルーシーと、なんかルーシーの恋模様っていうのメインじゃん。まあ、でもさ、ドラマとかでもさ、結局恋模様メインだからね。男の子はさ、バトルものが好きじゃん。あれってさ、幼少期に触れてくるものが、そもそもその読んでる、見るものとか読むものがさ、バトルものがメインだからバトルものに魅力を感じるようになるのか、それとももうなんか遺伝子的にその自動的に男の子はもうバトルものに興味が湧くようになっているのか、何なんだろうねあれ。白箱よかった、白箱よかったね、面白かった。なんか自分らの知らない職業とか世界に詳しくなれるようなアニメはいいよね。ドキュメンタリーみたい。遺伝子？え、女の子はね、船長女の子だからわかるんだけど、もうやっぱ子供の頃からやっぱり女の子はさ、少女漫画買うじゃん。少女漫画ではやっぱりね、その恋模様がひたすら描かれてるから、そういうところに興味を持つようになるんだよな、きっと。擦り込みね、擦り込みかも。アンパンマンだってバトルするし、アンパンマンね、船長アンパンマン見てるときね、バトル全然興味なかったよ。え、キメジじゃ、逆にアンパンマン見てた頃ってさ、思い出せる？え、バトルに興味持ってた？え、船長アンパンマンのバトルなんて全然興味なかったよ。船長はね、もう幼少期からね、声優のオタクだったから、もうあのね、弱い4歳とくらいにしてね、すでにね、金井美香の声の魅力に気づいてね、メロンパンナちゃんの声を聞くために見てたからね。あとちょっとカレーパンマンがちょっと性癖に刺さってすごい好きだったけど、ま、今はちょっとカレーパンマンもう性癖じゃないんだけど、ま、昔はね性癖だったんだよカレーパンマンが、当時ね。